おはよう、こんにちは。そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。皆様、驚きのニュースが飛び込んできましたね。あのサンソフトが復活することになりました。ということで、今回はサンソフトの名作ソフトを15本カウントダウン方式で紹介したいと思います。サンソフト自らクソゲーメーカーと自虐することもありますが、全くそんなことはないということをこの動画で改めて感じていただければなと思います。順位に関してはあくまでも個人的にということなので、その点だけご了承くださいね。それでは行きましょう。スタート。第15位はこちら、一期アーケード版。やはりサンソフトといえばこのゲーム。当時はファミコン版で遊んだことしかなく、アーケード版があることも知りませんでした。驚きなのは、アーケード版にはデモ画面があるので、ストーリーが分かりやすいんですよ。年貢で生活を苦しめる悪代官を懲らしめるために、農民のゴンベとタゴが一揆を起こすという見下ろし型のアクションシューティングです。今考えると、たった2人で一揆を起こすというのも無謀な話ですが、アーケード版は全8ステージ構成となっており、ステージ内の小判を全て集めれば次のステージに進めます。ファミコン版との大きな違いは、小判がどこにあるのかレーダーで分かるようになっています。これはありがたい。ファミコン版と同じく、鎌を投げる以外にアイテムを取ると一定時間竹槍で攻撃をすることができますが、移動速度が上昇して敵の手裏剣攻撃に対して無敵になるので、かなり使いやすい武器になってるんですよ。ファミコン版はデメリットだらけでしたからね。馴染みがあってたくさん遊んだのはファミコン版ですが、今回は個人的に名作だと思うランキングなので、アーケード版を選びました。すでに PC 向けの新作も発表されてますが、家庭用版の新作も期待したいです。第14位はこちら、ラフワールド。プレイヤーは主人公ジェイを操作し、父親の敵を討ち、シリウスプロジェクトを成功させるために敵地へ向かうというストーリーです。タイトルに関しては、昔はラフと言われることが多かったですが、最近はラフワールドということが多いですね。ゲームは全5ステージで構成された横スクロールアクションゲームで、手に入れた武器を変更して攻撃したり、ライフ制になっているなど、コントラとロックマンを合わせたようなゲームとなってます。ファミコン後期の作品なだけあって、グラフィックとサウンドの評価が高く、特にサウンドに関しては拡張音源を使ってると勘違いされることも多いですが、実は内蔵音源だけでこのクオリティを実現してるんですよ。難易度はかなり高めで、ある程度敵のパターンや武器の使うタイミングを覚えないとクリアするのは難しいと思います。しかもゲームオーバー後にコンティニューをしても、そのステージの最初からなのが辛いんですよね。ゲーム全体の完成度が高く、まさにファミコンの隠れた名作だと思います。実はもともとターミネーターのタイアップ作品として制作されてましたが、諸事情で中止となり、現在の形になったという経緯があるんですよ。第13位はこちら、ギャラクシーファイト、ユニバーサルウォーリアーズ。宇宙の破壊者によって滅びつつある世界の中で、8人の戦士がそれぞれの目的のために戦いに挑むというストーリーのネオジオで発売した対戦格闘ゲームです。どうやらこのゲームがネオジオデビュー作のようですね。ギャラクシーファイトの稼働開始が1995年なので、画廊伝説3やストリートファイター0と同じ時期のようです。あまりサンソフトに格ゲーというイメージはないですが、これがなかなかグラフィックも綺麗でよくできてるんですよ。
弱中強挑発の4ボタン制で、特徴的なのが画面の端がなくどこまでも移動できるんですよ。それもあって他の格ゲーのように端に追い詰めて攻撃するといったことができないので、少しプレイに慣れが必要かもしれません。ちなみに登場キャラクターは12人ですが、プレイヤーが使用できるのは8人のみで、残りの4人は CPU 専用となっています。条件を満たすとセガサタン版では VS モード限定、プレステ版では全てのモードで使用できるようになります。キャラクターがどれも個性的で動きも良く、技も出しやすくて面白いんですが、ただ難易度は高めかなと思いました。正直格ゲーが苦手な私の腕ではイージーにしてちょうどいいくらいでしたね。第12位はこちら、マドゥーラの翼。魔物を使って世界征服を企むダルトスを倒し、奪われたマドゥーラの翼を取り戻すために女戦士ルシアが戦うというストーリーの横スクロールアクションゲームです。ステージクリア型のゲームで、全16面クリアするとエンディングとなりますが、アイテムを取ることによって装備や魔法、体力がパワーアップされるなど RPG 的な要素もあるんですよ。ゲーム自体当時としてはよくできていて面白いんですが、魅力は何といっても主人公のルシアで、私の中ではファミコントップレベルに可愛いヒロインだと思います。今でも根強いファンがいるのも納得ですね。また BGM も評価が高く、特にタイトル画面の曲やフィールドの曲、お城の曲がすごくいいんですよ。この頃くらいからファミコンで発売した3ソフト作品のクオリティが上がってきたように思います。とはいえ難易度は高めな上に、攻略情報がないと普通の人はクリアできないんじゃないかと思うようなバランスなのがもったいないですよね。個人的には復活した3ソフトに今風にリメイクしてほしい作品です。第11位はこちら、弁慶外伝。 PC エンジンヒューカードで発売した RPG で、プレイヤーは鎌倉時代の日本を舞台に、主人公の鬼雀を操作して自身の出生の謎を解くために日本全国へ旅に出るというストーリーです。ゲーム開始時は1人ですが、旅の途中で仲間が増えていき、最大4人パーティーで行動します。パスワードによるコンティニューの他に、天の声でセーブも可能なのが良かったですね。というのもパスワードが80文字もあるんですよ。ストーリーや世界観、BGM などの評価が高く、 PC エンジンの RPG の中でもかなり人気が高いんですよ。今になって考えると、PC エンジンでこのゲームの他に桃太郎伝説や天外魔境など和風 RPG の名作が多いんですよね。ただ今遊ぶとエンカウント率の高さが気になりました。大げさな話ではなく、ダンジョンに入ると5、6歩歩いただけで戦闘になります。また少し歩いたら突然敵が一気に強くなるので、割とよく全滅するゲームかもしれません。私自身は当時このゲームをやり込んだというわけではないので、こういった順位になりましたが、人によってはもっと上位になるぐらい名作だと思います。その人気の高さから、スーパーファミコンで続編も発売しているので、気になった方はそちらもチェックしてみてください。第10位はこちら、アトランティスの謎。出ました、サンソフトと言ったら一気と並ぶくらい名前が出る作品ですよね。プレイヤーは冒険家ウィンを操作して、行方不明になった師匠を探すためにアトランティス島を冒険するというストーリーです。
特徴は何といっても全100ステージというとてつもないボリュームの横スクロールアクションゲームで、普通にクリアしていくのではなく、ワープを繰り返しながらゴールを目指すという内容なんですよ。そのワープもステージ中に設置されている扉に入るだけでなく、爆弾を使って扉を出現させたり、大ジャンプの先に見えない扉に入ったり、決められた穴に落ちるとワープしたりと、いろいろなパターンがあります。正直このゲームを攻略情報なしで自力クリアした人はほとんどいてないと思います。少なくとも私の周りには一人もいてなかったですね。ただ攻略ルートを覚えると、いろんなルートでクリアできるのですごく楽しくなりました。最終ステージ、スターの力で進んでいくとエンディング、そう、主人公ウィンの師匠って一騎のゴンベだったんですよ。これは当時雑誌で見て驚きました。その後大人になって初めて自分の目で見た時は感動しましたね。第9位はこちら、ワクワクセブン。サンソフトが発売したネオジオ第2弾のゲームで、前作同様こちらも対戦格闘ゲームとなっています。7つ集めればどんな願いも叶うというワクワクボールを求めて7人のキャラが戦うというドラゴンボールっぽいネタが入ってるんですよ。操作方法は4つのボタンをそれぞれ弱パンチ、強パンチ、弱キック、強キックに振り分けているので、キングオブファイターズをプレイしている人なら割と早く操作になれると思いますね。ゲームセンターに登場したのが1996年なんですが、正直当時はこのゲームで遊ばず、ストゼロ2や X-Men vs ストリートファイターあたりをプレイしてましたよ。後に家庭用版でプレイして面白いと思いました。先ほど紹介したギャラクシーファイトと違い、難易度のバランスも良く、キャラクターや演出も楽しくて操作性もいいので、かなり面白い格ゲーだと思います。格ゲー全盛期の頃に出てあまり知られてないのがもったいないですね。まあ残念な点はやはりキャラクター人数の少なさかな。この頃になると15人ぐらい登場キャラクターがいてるゲームがたくさんあったので、せめて10人くらいは使えるキャラがいてほしかったかも。第8位はこちら、バットマン。1989年に公開された映画バットマンを題材にした作品です。犯罪都市ゴッサムシティを舞台に、さらわれたビッキーを助け出し、宿敵ジョーカーを倒すのが目的の横スクロールアクションゲームです。ステージは全5面で構成されており、各ステージの最後に出るボスを倒せば次のステージに進めます。どのステージもファミコントップクラスに美しく、バットマンのダークな雰囲気をしっかり再現してますね。通常攻撃はパンチのみですが、道中で手に入るパワーアップアイテムを消費することで3種類の武器を使用できます。さらに壁に向かってジャンプして三角ジャンプが可能など、豊富なアクションも魅力なんですよ。難易度は比較的高めですが、コンティニューが無限なのと武器のパワーダウンなどもないので、何度も繰り返してパターンを覚えればクリア可能なバランスとなっています。若干キャラクターが小さくて地味な印象を受けますが、グラフィック、アクション、BGM の完成度が高く、ファミコンのアクションゲームの中でも傑作と呼べる作品だと思います。第7位はこちら、ダイナマイトバットマン。宿敵ジョーカーを倒すのが目的の横スクロールアクションゲームで、ファミコンで発売したサンソフトのバットマンゲームとしては2作目となりますが、ストーリーに特につながりはなく、ゲームオリジナルの展開で進んでいきます。
基本的には横スクロールのアクションゲームで進んでいきますが、途中でシューティングのステージになったり、ボスとの対決が格ゲー風になったりと、プレイヤーを楽しませる工夫がいろいろされてるんですよ。また前作のバットマンもかなり綺麗なグラフィックでしたが、このダイナマイトバットマンのグラフィックはファミコンの限界を引き出したと言われており、多重スクロールを多用した背景は見てるだけでも楽しくなりますね。ただアクションゲームとして見たら前作の方が操作性が良くて、三角飛びを駆使したステージ攻略が楽しいと思いました。それでもダイナマイトバットマンの順位を上にしたのは圧倒的なグラフィックかな。ファミコンの中でも隠れた名作と言われており、現在かなりプレミア化しているので、今回の復活を機にダウンロード販売してほしいですね。まあ半券ものなので可能性は低そうですが。第6位はこちら、スーパーファンタジーゾーン。セガの代表的なシューティングファンタジーゾーンの続編ですが、なんとその続編をサンソフトが開発発売したんですよ。しかもその完成度が高く、当時のセガファンも認めた作品と言われてます。主人公のオパオパを操作してダークメノンと名乗る軍団を倒し、ファンタジーゾーンに平和を取り戻すことがゲームの目的となってますが、前作のストーリーで名前だけ出てきたメノンをここで登場させるのがいいですね。ステージ数は全8面で、初代ファンタジーゾーンと同じくステージ内にある10機の基地を破壊するとボスが現れるという流れです。パワーアップもシリーズ恒例のショップで買い物となってますが、今回は新しい装備も追加されてるんですよ。メガドライブでは表現が難しいパステルカラーのグラフィックや、作品の雰囲気にマッチした質の高い BGM も人気があり、さらに初代の BGM を採用するなどファンサービスがあるのも素晴らしいと感じました。ファミコン版のクオリティの高い移植やメガドライブオリジナル作品でシリーズ屈指の名作を作るなど、サンソフトほどファンタジーゾーンに愛があるメーカーは他にはないと思いますね。第5位はこちら、バトルフォーミュラ。テロリストが開発した謎の新兵器バトルフォーミュラを奪った主人公がテロリストの軍団と戦うというストーリーで、ファミコンを代表するレアソフトの一つとしても有名な作品ですね。見た目はロードファイターやジッピーレースのようなカーレースに見えますが、プレイしてみると敵の攻撃をかわしたり倒す方がメインになるので、シューティングとしての要素の方が大きいんですよ。この作品を語る上で外せないのがこの美しいグラフィック。ステージ1からラスタースクロールをフル活用した道路のカーブや揺れる吊り橋の表現、さらに巨大なボスが登場しますが、最終面までこのレベルの演出が続きますからね。ゲームの後半になるとボートや戦闘機に変形して完全なシューティングになるステージがあるなど、プレイヤーを楽しませる工夫もされてるんですよ。ただ難しくて、そのステージまで行くのが本当に大変なんですが、現在はレトロゲーム好きには有名で作品の評価も高い名作と言われてますが、当時はかなりマイナー作品で、ファミ通のクロスレビューも18点しかなかったんですよ。当時このゲームの良さに気づいていた人は本当にすごいと思います。第4位はこちら、超惑星戦記メタファイト。プレイヤーはメタルアタッカーとそのパイロットケイン・ガードナーを操作して、インベム暗黒星団を率いるゴーズを倒すのが目的の探索型アクションゲームです。
最大の特徴はメタルアタッカーでサイドビューのマップを移動しながらダンジョンを探し出し、パイロットのケインの状態でダンジョンに入ると画面が切り替わってトップビューのアクションシューティングに切り替わるんですよ。各エリアには特定のダンジョンにボスがいており、そのボスを倒すことによってメタルアタッカーの強化装備が手に入ります。基本的に次のエリアに進むにはその強化パーツが必要になりますね。ファミコンの探索型アクションゲームというとメトロイドが代表的な作品だと思いますが、このメタファイトも引けを取らない名作だと思います。個人的にはファミコンの探索型アクションゲームでトップ5に入ると思ってます。実はすでにインティークリエイツというメーカーからブラスターマスターゼロというリメイク作品が出てるんですが、こちらもクリアまでプレイしましたがかなり面白かったです。第3位はこちら、ヘベレケ。次元の狭間に落ちてしまった主人公のヘベが仲間を集めながら元の世界に戻るために冒険をするというストーリーで、その可愛い見た目で当時サンソフトのマスコットキャラとして人気でしたね。ゲームの内容は探索型の横スクロールアクションゲームで、ゲーム開始時はヘベ一人ですが、ゲームが進むにつれて仲間が増えていき、最大4人パーティーで行動します。4人のキャラクターはそれぞれ能力が違っており、場面に応じてキャラクターを使い分けながら攻略していくのが面白いんですよ。また BGM も拡張音源なしとは思えないくらい素晴らしいものとなってますね。難易度に関しても比較的優しめですが、決して簡単すぎるということもない絶妙なバランスとなっています。アクションゲームは苦手であまりプレイしないという女性の方でもクリアまで楽しんでもらえるんじゃないかな。このゲームの発売後、たくさんのヘベレケシリーズ作品が出ましたが、探索型アクションはこのゲームだけなんですよね。どうやら復活したサンソフトから移植が決まってるみたいなので、同時にリメイクか新作の探索型アクションも作ってほしいです。第2位はこちら、パノラマコットン。ウィーローが大好きな魔法使いの女の子ナタデコットンがウィーローを燃やす行為を阻止するため、妖精のシルクと共に新たな冒険に出るというストーリーです。今回の物語もやはりウィーロー絡みなんですよ。コットンというと横スクロールシューティングというのが定番でしたが、メガドライブで発売したパノラマコットンはシリーズ初の 3D シューティングになりました。この変化は驚きですよね。今作では残機制からライフ制に変更となりましたが、通常ショットによる攻撃やオプションの要請によるため打ち、3種類の魔法で攻撃ができるなど、シリーズ伝統の要素もしっかり受け継がれています。開発はこれまでのコットンシリーズ同様、サクセスが担当しています。発売はサンソフトということで今回はラインナップに入れましたが、サクセスのゲームというイメージの方が強いかもしれませんね。メガドライブ作品の中でもトップクラスに美しいグラフィックは圧巻の一言で、それを見るだけでも値打ちがあると思います。実機だととんでもないぐらいプレミア化しているので、コットン16ビットトリビュートの発売は本当にありがたい。そして第1位はやはりこの作品、ギミック。突然動き出したおもちゃたちが女の子を別次元にさらってしまったので、ぬいぐるみの夢太郎が女の子を助けるために冒険をするというストーリーです。
もうサンソフトというよりもファミコンを代表するプレミアソフトですね。ステージクリア型の横スクロールアクションゲームで全7面構成となっていますが、条件を満たさないとステージ6で終わってしまい、その時はバッドエンドになるんですよ。主人公の夢太郎は B ボタンを長押しすることで頭の上に星を作ることができます。星を敵にぶつけて攻撃したり、上に乗って移動したりできるんですが、この星が放物線を描くように飛ぶので敵に当てたり乗ったりするのが難しいんですよね。難易度に関しては普通にプレイするだけなら少し難しいゲームという感じですが、真のエンディングを見るためには6面クリアまでノーコンティニューで全てのキーアイテムを集めなければならないんですよ。正直できる気がしないです。見てるだけでも楽しくなる美しいグラフィックや拡張音源を生かしたノリのいいサウンドはファミコントップクラスの完成度だと思います。復活したサンソフトからこのギミックも移植されるという噂もあるので、すごく楽しみですね。さあ、今回の動画ここまで見ていただきましてありがとうございました。動画を見てる方も自分だったらこの作品を入れるなどあると思うので、そういった意見はぜひコメント欄に入れてください。ということで、次もよかったら見てくださいね。ではでは、バイバーイ。you